はい、今回のスタート地点はですね、道の駅指宿ですね。今日はですね、8月の11日、時刻はですね、1時46分。少しね、雨がね、ちょろっていう感じかな、ポツって感じですね。ですね、いや結構信号待ちがありますね。タイミングを見てようかと思ったんだけど、もう始めましょうかね、始めましょうかねっていうとですね、あれなんですけど、今日はですね、ここで道の駅指宿でですね、YouTuber さんとは言いましたがよ、前から、よく言ってたんですけども、あの鹿児島のYouTuberさんでですね、この辺り、指宿じゃないか、鹿児島市内の方かな、まあ要するにこの辺りを、で生まれ育った方がですね、の YouTube があるんですよ。薩摩の少年ジジイさんっていうあれですね、面白いんですよ、えらいね、パワーがあってですね、面白い人なんですけどね。でその方とですね、会ってきました。いやー、私の方はですね、その方の YouTube を見てますから、あ、向こうも私の方を見てるんですけど、私の方はほら顔を出してないでしょ、声だけですからね。でその薩摩の少年ジジイさんは、顔出しなんですよ。ですからね、私の方はね、違和感はなかったんですよ。あ、そのままだなっていう、感じでスッていけたんですけど、多分その話には全然ならなかったけど、まあ、薩摩の少年じじいさんから見るとなんかイメージが違ったかもなって思い方ですがよ。ほんでその薩摩の少年じじいさんはですね、もう一人龍さんっていうお友達と一緒にされるんですけど、その方も面白いんですよ。そのわざとはやらない、普通に真面目にするんだけど、そこがですね、何とも言えない、その、何ですかね、おかしみちゅうですかね、ああ、この人は鹿児島の人やないっていう感じがするんです。で、初対面だったんですけどね、どれくらい喋った、あ、1時間ぐらい、喋ってましたね。ほとんどがあれですよ、カメラの件。というのが、私の持ってるカメラと、彼らが持ってるカメラっていうのは種類が違うんですよね。で、ですからまあ、私から見た、その、カメラワークというんですか、で、もうちょっと公演すれば、もうちょっといいんじゃないですかね、っていう。まあ、イランお世話かもしれないけども、そういうのがあるわけですよ。っていうのが、なんかすごいことをやってるのに、それが伝わってないなっていうのがあったもんですから、もう私はもうそういうのはパッと言いますからね。そしたら、その、まあ、カメラマン役っていうかカメラマンなんですけど、その方の龍さんっていう人も、ですよ、ですよって言ってくださるから、私もこう話がこうどんどん次々出てきて、今自分がやってる動画はこういうふうに撮ります、それとかその、これから別チャンネルの縄文人の方に上げる予定の、ビデオスライダーはこういうような特徴があるんですよとか、
そういう話をしてもきましたけどね。ですからこれから先ですね、2つのチャンネルのコラボというのがあると思いますよ。だからねだからねってだからねではつながらないけど、今日はですね、本当はもうちょっとどっち系永長の方の方までの海岸端まで行くつもりだったけど、雨が降り出したでしょう。ほんとほら、いや天気法にはね載ってなかったんですよ。雨のマークはなかったですもんね。だけど曇りだしね。で今日の目的があれだったですよ、その水中動画を撮るってやつですね。でまあ水中動画ちょこっと撮れたけど、思ったような何ですかね、成果はなかったというのが、その水中にカメラは入れられたんだけど魚がいないんです。でですから今その薩摩の少年ジジイさんとそれから龍さんの2人に、そのどっかここあたりで魚がおっとこうやないですかねって言ったら、ありますよっていう話からですよ、それじゃあ今度そういうような一緒に同じ現場に出かけて、撮りましょうかっていうふうになったんですけどもね。あれですね、やっぱ同じ趣味を持った人とこう出会えるといいですね。ビデオ仲間はたくさんいますけども、なかなかほら YouTuber を YouTube にアップしてる人いないんですよね。だからまあ自分としてもそういう人たちの仲間の見本になるとかいうわけじゃないけど、もしそのビデオ仲間がやっぱり30年ぐらいですかね、ビデオ仲間っていうのはもうそれ以上か、彼らが自分があたいも YouTube をしようかなとか僕もしようかなとかいうような人がいた時に、パッと私がその YouTube のノウハウを伝えられるようにねしようかというのもあるんですよ。あれこれ本降りにならせんとかいね。天気予報もあれですね、当てになりませんね。それでですね、いやあっちの方に鹿児島方面に向かおうと思うんだけど、ただそれだけじゃちょっとあれみたいな気もしますしね。どっかねけあれですよ、その被写体。あ、それとですね、あれキャノンの R7、 これはですねちょっとね歩き動画には向かない。ですからねちょっとね新しいカメラが来て、ほら動物園には3回それから水族館には1回か行ってますけれども、映像が出てこないのはですね、ちょっと手持ちで撮れないあのカメラはですね、ですからね違う撮り方というかその使い方をするようにしますからね。ですね、止まりませんけどちょっとここ左行きますね。前の浜駅止まりませんよ。止まらないけどぐるーっと、いやいや、なんでかっていうとですね、ほら国道を走るばっかりじゃですよ、ちょっと脳がないかなと思って。でお気づきの方いらっしゃるかもしれないけど、この前の浜駅のそこにあった木がですね、去年、もうあれですもんね、撤去されてますもんね。
それをちょっとね、思い出したもんですからね、舞の浜駅に来てみました。ここはやっぱり左行きますよ。はい、今ですね。ですね、もうだいたいここはもうまっすぐ行きますからね。今ですね、麦茶を飲む方ですが、ここは居場所行かせましょうかね。どうしようかな。いやいや、ちょっとね、予定がね、違ってきたもんですからね。いやー、もうこっからだとやっぱりずっとまっすぐ行くしかないですね。こういう時がほら、同じ道しかないんですよね。これ、この海岸沿いじゃなくて、もう一本左側の山の向こう側のっつったらまた全然違うところに出ますからね。あ、こう。カメラを右に振りましょうかね。少しでも錦江湾がちょこっと見えるぐらいでも違うんじゃないですかね。ですよ、キーレの、こう左側上に公園かどうないからあったんじゃないですかね。どっから入るんだろうか、だけど。そっち行ってみましょうかね。鹿児島側から来るときですね、小学校には行ったんですよ。喜入小学校にはですね。まあ行ったっていうか横を通ったんですけどもね。昔からほら、あんまり、寄り道をしない子だったんですからね、私はね。だから、こういうときにあれがですね、私の友達でも寄り道というかあっちこっち行く人間が、いや、行くのが好きっていう人間いますからね。詳しいんですよ、そういう男のあれから見るとですね、美味しいこんにゃく屋さんがあるとかですよ。今、こんにゃく屋さんちゅうたら、そのあれですよ、どっかね、喜入にね、美味しいこんにゃく屋さんがあるんだって。今思い出したから言ったんだけど、ほいで彼が来るわけですよ、たまに遊びに。で、ないかちとその刺身こんにゃくを買うてきたとかですね。こっから左に行ってみようかですね。ちょっと左行ってみましょうかね。善光寺。ここに来たのはいいけど、こっからどっちやろ？こっちから左でしょうね、またね。ああ、左に見えました。もっと遠いかと思ったらびっくりしました。あまり近くで。ここでしょうね、善光寺中のは。ああ、ここはほら、昔の通りですよ。石垣がですね。善光寺。
いや、私としてはあと2、3キロ向こうにあるかなと思ったんだけど、そうやればですよ、いや、この左側だから、さっき言った山がですね、どっかこっちからこう登り口はないかなと思ってきてですね、あれですね、やっぱこういう時は、まあ前はこういういつも行き当たりばったりだったけど、もうその名所旧跡を調べてから来た方がいいかもしれませんね。いや、ここに山じゃなかかもしれん。いや、だけどそこの運動場から、運動場しか、そこから錦江湾が見下ろせたはずですよね。中で見たことあるんですよ。はい、今ですよ。ちょっと画面がおかしな風になったでしょう。ああ、危うく人んげえ言っとこやったおて、今引き返してきたとこなんですよ。あれですね、まあ無理にこじつけるけど、ここのほら田んぼちゅんですかね、まだまっすぐがいけ、田んぼの水田ちゅんですかね、稲がですね、えらいこうきれいだけど、あれ、その水田からどんどん遠ざかっていきますがよ、なんか迷い人香水になりそうな感じがする。これ右に私は行きたいんですけどね、ここちょっとバックしますからね。はい、ほら、この稲のこのグリーンです、グレーン。もうここからも右に行きますからね。まあこの動画を見てる人で、この綺麗の出身の方でですよ、そのなんとか公園に行くのを楽しみにしてたのに、妙なところに出会ったな、この人たちを持ち上げかもしれんけど、すいません、今度は調べてきます。ああ、JRが来る。ここはいいかなっとけ。いや、もうここで見送りますね。ここで見送ります。後ろから車は来ませんからね。ここで止まって、いや、こっちに行ってもいいんだけど、また人んげ行ったとこですね。あ、来た来た。左から来ますよ。左から。はい。のどかーっていう感じですね。はい、ちょっと追いかけましょうか。はーい、もう消えましたね。まあこの道はもうずっとこういうのが続きそうですね。ということでですね、この動画はちょっと中途半端になりましたけど、この辺りでお開きになります。はい、ありがとうございました。